ついて私と二人でクラス展示を見に行きませんか。忙しいです忙しいです。忙しいです。邪魔です。チェルシー、ひなさん、7番のオーダー上がりました。持って行ってね。こんなもん頼んでない。いや、違うですか。頼んだのはパフェじゃなくてパインだよ。パイン？じゃあこれって間違いですか。撤収。また僕もらっていい？子供ちゃん、お願いです。ヒーナ、そこはいいから早くこれをあの人に持ってってくれ。あの人って、あ、しまったです。すっかり忘れてたです。気をつけろよ。大丈夫です、ヒーナにお任せです。最近あなたたるんでるのではないですか。たるんでるって一体どなた様です。誰かって、あなた私の顔を忘れたの、ヒナ。ベンギャー、レン先輩。レン先輩とヒナは地球に来る前にそれはいろいろあったようぞよ。敵の破壊兵器回収任務のついでにここへも視察に寄ってみましたけど、ずいぶんなもてなしですね、ヒナ。ヒナ、レン先輩、お許しを。ヒナ、大丈夫かな。もしかして言いがかりをつけられて、体で借り返せなどと言われているのでは。ふ、そろそろ足の出番でよ。出番でよって？お、シャキーン。あ、おい、デイジ待て。あわわわわわ。あう、貴さん、ここどこだと思ってるぜよ。足が。これは、なんじゃこりゃ。ゼヨー、デイジーちゃん、いくら先輩だってひどすぎます。ヒナ、聞きたいことがあります。あなた何か欲しいものはありますか。欲しいものですか。遠慮しないで言ってごらんなさい。自分ではなかなか手の届かないものを。先輩、優しすぎです。ヒナの活躍をねぎらってくれるなんて、遠慮なしに行ってよいのですよ、ヒナ。それは、カズヤくんのハートです。ヒナが一番欲しいもの、それはカズヤくんのハートです。いいでしょう。ではそれを今日中にゲットしなさい。それが今回の課題です。先輩は鬼です、悪魔です。よくもこんな冷血なことができるものです。学園祭が終わるまでに渡り和也のハートを自力で手に入れること。この任務に失敗した場合、あなたは落第生として解任され本国へ送還されます。もし和也くんがヒナのことを好きになってくれなかったら、永久にお別れですね。永久に、永久に、永久に、永久に。いや、ちょっと飯に誘われてな。誘われたって、マヤちゃんに？いえ、私は仕方なくというか、たまたまカズヤしかいなかったので。ずら？いないって。誰がですか？ダメです、絶対にダメです。なぜ？それはマヤちゃんの体には自爆装置が埋め込まれているからです。自爆装置？おい、信じるなよ。店から一歩でも出ると作動するらしいです。だからお昼ご飯をひなとカズヤくんとで買って、ついでに自爆装置の解体法も見つけてくるです。ひなさん。おい、何が自爆装置だ。マヤのやつ完璧に信じ込んでるぞ。何言ってるですか。男女交際にはちゃんと順序というものがあるんです。順序ってなんだよ。それは夏の夕暮れ、海辺で出会った二人は純真そのまま、その思いを深めたいのに遂げられない、そんなもどかしい二人におすすめなのが。いきなりお化け屋敷かよ。なんで。それは予期せぬハプニングで二人は密着密着密着。これで完璧です。
ズレストランでディナー、弾むトークに二人のラブラブ度も急上昇。その後は恐怖の二人を結びつけ心も体も一つです。カズヤ様、まさに今私のレーダーにピキッと風が、これじゃヒナの思っていたラブデート計画と 100% 違います。おいヒナ、しょうがないな。ちょっとあそこで休んでいくか。一体何してるのさ。いや、実は私には自爆装置がありまして、だからお祓いだよ。あの二人ホテルなんか入って、まさかこんなことやこんなことやこんなこと。いやー、逆ですわ、やらしいですわ。これはまさに和也様の転送の危機。ここは何としてもお救いしなければ。リアール、待ってて和也様。もう邪魔ですわね。私の邪魔をするのは一体どこの誰。惑星制圧型重装パワード怪獣キクルミ、これさえあれば鬼に金棒、チェルシーはママの味。絶対にカズヤ様をあの小娘から守ってみせますわ。ヒナ、お前熱っぽいんじゃないか。やっぱりお前は少しここで休め。カズヤ君、お願い、もう少しここにいて。